ロベルト・マンチーニロベルト・マンチーニラバート・マンシーニ1964年11月27日体は、イタリアアンコーナ県、イエージ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー、またはフォワード。息子のフィリッポ・マンチーニも元プロサッカー選手。現在は、サッカーイタリア代表の監督を務めている。 ボローニャ FC のユースで育ち、17歳でプロデビューを果たすと、1982年に遺跡金40億、リラで UC サンプドリアへ遺跡。1990から91シーズンのスクレット、獲得、翌1991から92シーズンには、サンプをチャンピオンズカップ決勝に進出させる、原動力にもなった。有ジャンカビアリ、セレゾ、 ビエル・コートラと共に、クラブに数々のタイトルをもたらし、1980年代後半から1990年代初頭にかけてサンプドリアの黄金時代を築いた。サポーターからクラブの象徴としてミスター・サンプと称された。また、マンチーニ自身も当時の会長、パオロ・マントバーニをまるで父親のように慕うなど、クラブに愛着を感じていた。 1997年に SS ラツヨへと移籍、その年のローマダービーでゴールを決めた。ベテランらしい演じ組みのあるプレーで活躍。二度のコパイタリア優勝、カップウィナーズカップ優勝に貢献。1999から00シーズンに、クラブにスクレットをもたらすと同時に、選手生活を引退した。引退後は、スウェン・ゴラン・エリクソンの下で監督業を学んでいたが、 2001年1月にイングランドのレスターシティ FC のオファーに応じ現役、復帰を果たし4試合に出場したが、1ヶ月で退団した。イタリア代表では1988年の UEFA 欧州選手権1988に出場。地元開催となった90年のワールドカップに出場するものの、同じロベルトの名を持つロベルトバッチョの控えに甘んじた。 1994年ワールドカップアメリカ大会のヨーロッパ大会予選では3ゴールを挙げたが、本大会では前回大会同様バッチョの控えとしての代表招集だったため、彼のプライドがこれを拒否した。クラブでの活躍がありながら代表でプレーすることは1994年3月のドイツ戦を最後に亡くなった。スベン・オラン・エリクソン率いる SS ラツヨの アシスタントコーチとして指導者としてのキャリアをスタートさせた。2001年2月、シーズン途中に辞任したファティテリムの後を受け、アッコフ・フィオレンティーナの監督に就任。当時、マンチーニはクラブチームを指揮するために必要なライセンスを所持していなかったため、他チームのフロントや監督から特別扱いだなどと批判を浴びることとなった。その後、 ラツヨ監督を経て2004から05シーズンより、インテルミラノの監督に就任。リーグ3連覇など国内では、結果を残したが、チャンピオンズリーグでは豊富な戦力を要すもののベスト、8の壁を破れず、これが解任のきっかけになったとされる。2009年12月、解任されたマーク・ヒューズの後任として、プレミアリーグマンチェスターシティ FC の監督に就任。 2010から11シーズン、FA カップ優勝、プレミアリーグ3位に導いた。2011から12シーズンでは、シーズン序盤から、独走、オールドトラフフォードでのマンチェスターユナイテッド戦では6、対1という歴史的な対象を挙げた。シーズン後半戦は調子を落とし、首位のユナイテッドに勝ち点8差をつけられるが、最終節ホームの QPR 戦で、 ロスタイムに逆転勝利を収め、マンチェスターシティに44年ぶり3度目、プレミアリーグ以降後は、初となるシーズン優勝をもたらした。しかし、2012から13シーズンは無冠に終わり、2013年5月13日に解任された。指定を指揮している間は、ダビド・シルバ、ジェームズ・ミルナー、ヤヤ,ヤ、トゥーレ、エディン・ジェコ、セルフィオ・アグエロ、ガイル・クリシー、サミル・ナスリ、ハビ、 ガルシア、マイコン、ジャック・ロドウェルなど次々と大金を注ぎ込みチームを大きくしてきた。2013年9月30日、ガラタサライ SK の監督に3年契約で就任。チャンピオンズリーグでは、レアル・マドリード、ユベントス FC と同居するグループに入ったが、最終的にユベントスを押しのけに、グループリーグを終え、ベスト16進出を果たした。国内では、 リーグ戦を2位で終え、トゥルキーエクパスを獲得したが、2014年6月11日に、双方合意の下で契約を解除し退団した。2014年11月14日、7期ぶりにインテルミラノの監督の座に復帰、契約は2017年まで、2015から16シーズンには49年ぶりとなる開幕後連勝を達成し、首位を改装したが、 シーズン中盤戦には4試合未勝利に陥るなど、徐々に失速し最終的に4位でシーズンを終えた。シーズン終了後に中国企業がインテルを買収した影響もあり、2016年8月8日に双方合意の下で退任が決定した。2017年6月1日、ゼニト・サンクト・ペテルブルクの監督に就任。イタリア代表の監督への就任が取り沙汰される中で、 2018年5月13日に契約解除した。2018年5月14日、サッカーイタリア代表の監督に就任することが発表された。通算364。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。